こんにちは、ゲソットコムジアンジです。今日はね、キックリップの中でも一番簡単なやつ、簡単なやつって言ってもね、皆さん想像されてるキックリップとは違うんですよ。ピックアップアンダーキックリップっていうね、フリースタイルに、まあ、主にやるトリックなんですけれども、これの解説をしていきたいと思います。でちなみに皆さん、キックリップって聞いて、いくつぐらい想像できますか？キックリップの種類。で、まあ、フリースタイラーだったら、ね、大体3つぐらい想像できると思うんですよ。普通のいわゆるキックリップですね。オーリーからやるやつ。でそれから、オールドキックリップ。ね、でそれから、今日紹介するピックアップアンダーキックリップですね。テールロックからの、まあ、キックリップとかっていう言い方もされたりするんですけど、大体3つぐらい想像する方が多いんじゃないかなと思います。で、その、キックリップの中で一番簡単なやつが今日紹介するやつなんで、これをね、皆さんに覚えていただきたいなと思います。で、まあ簡単だという話はしたんですけれども、スケボーに重要なこうね、軸をしっかりとって、で、回転したところに、まあ、乗りに行く恐怖心の克服するっていう意味で、すごいね、重要なトリックだと思います。普通のキックリップができないよっていう方も、これやっとくと意外とね、乗れるようになったりするので、ね、まあちょっと一回試しにね、やってみていただきたいなという思ってます。その前に、もしできるんだったら、ハーフアンダーフリップって足の甲にね、デッキを乗せてフリップして乗るっていう、まあ恐怖心の克服の第一歩っていうことで、別の動画で紹介してるんで、まだまだ初心者だよっていう方は、まあ、そちらの方もね、チェックしていただけたらなと思います。で、もう一個、このトリックね、結構簡単なんですよ。簡単なんですけど、その先がね、結構段階的にいろんな応用があって、その辺をね、先に見とくと、あ、俺これをちょっと目標にやってみようかなとか思えたりすると思うんで、その応用の方はね、ちょっと後の方に載せておくんで、それもね、ぜひね、チェックの方よろしくお願いします。はい、じゃあいつも通りやり方をまず解説をして、その後、練習のポイント、よくある失敗とその解決方法っていうのをお話ししていきたいと思います。で、僕のこの FS コムチャンネルの方では、このようなハウツーとか、あとみんなでね、ワイワイ滑ってる動画とか、どんどんスケボーのやつ上げていくんで、もしよかったらね、見逃さないようにチャンネル登録、ポチッと、それから通知の方もよろしくお願いします。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあね、まずピックアップアンダーキックリップやり方をね、見ていただきたいと思います。で、脳底を上げた状態で足をこの下に入れて、引っ掛けて上げて回して着地するっていう、まあ、そんなトリックです。はい、トリックこんな感じなんですけれども、最初から足ここね浮かした状態でやるの難しいんで、最初はこんな感じで両足こう地面についた状態で、はい、スタンスは、リアトラックよりも後ろですね、テールをこう踏んでノーズを上げるんで、だいたいこの辺、まあ普通のスタンスですね。で、前足は下からこう蹴り上げる形になるんで、ちょうどね、デッキのこう、なんやろ、あんま深く入れすぎると引っ掛けて回すというよりはこう持ち上がっちゃうんで、浅くかける感じだから、この位置ですね、この位置をそのまま下に下げてきた、この辺りに、足をこう、ね、スタンスさせる感じですね。上から見るとこんな感じで、深く入れちゃうとこう持ち上がっちゃいます。今度逆に浅すぎると外しちゃうんで、ちょうどね、デッキの真ん中につま先が来るぐらいのあたりが、まあ、調子いいかなと思います。はい、じゃあやり方いきます。ステップ1です。ステップ1は両足で飛んで、デッキ当ててね、回す感覚をまずは覚えます。で、両足ついてる状態でこう蹴っていくんですけど、さっきもお話したんですけど、深く入れちゃうとデッキね、こう持ち上がるだけで回らないです。なので、端っこ蹴るためにこうちょうどつま先がね、デッキのこの中心の真ん中あたりに来るような、ここね、ここ当てる延長線上ぐらいにこう下ろした状態で、両足をね、こうジャンプしてこう上げて回すんですけど、最初はもう回す感覚を覚えます。乗らなくていいんで、どのぐらいの力で蹴ったらどのぐらい回るかっていうのを覚えます。ちょっと適当にやってみますね。この状態でこうしゃがんで、今1回転は回りましたよね。まあ位置はバラバラですけど、で、これで今ちょっとね、回転バラバラだったんですけど、これが安定して回るようにっていうのをまずは練習してみてください。自分がね、目標とする場所を蹴った時にどういう感じで回るかっていうのを覚えて、でそこから綺麗に回るポイントっていうのをだんだん探っていく感じですね。である程度綺麗に回るようになったら、その次のステップに行きます。で、これをまず練習します。スタンスを決めて、しゃがんで両足でね、ジャンプしていくんですけど、
デッキのちょうどこの真ん中の下あたりをね蹴る感じ。前から見るとデッキのちょうどね真ん中の下あたり、ここら辺を目指して蹴る感じです。しゃがん でこれは足りなかった場合、足りなかった悪い例です。だからこれの調整をしていく感じですね。これがステップ1です。はい、じゃあステップ2です。ステップ2はね、デッキの移動量を確認するっていうことなんですね。これ何かっていうと、この技って絶対フリップした後にデッキがねこうちょっとね自分より前に動きます。でその移動量が人によってやっぱり違ってくるんで、蹴り方が違うから違ってくるんで、その動く位置を覚えますね。この状態でしゃがんで、まあ、これ今足りなかったですけど、今僕ここに立っててこの状態でジャンプして、今多分この辺に動くんですよ。で今ちょっと安定しなかったですけど、今ここからジャンプをして、デッキ多分およそこの位置ですね。だいたい20センチぐらいかな、20センチぐらいこう移動したじゃないですか。でこの量を、まあ、覚えてください。まあ、何回かやってると自分のこの移動する量が分かってくると思うん でこの量を覚えましょう。で覚えたら次はこの移動量に合わせて自分の体をね軸を保ったままジャンプする。だこの位置からだったらここまで飛んでこないとダメなわけじゃないですか。でこれを練習します。イメージでねフリップして回転してそこに移動するっていうイメージで飛んでいきます。でここでねこう今みたいにこうおっとっとってなると乗れないんで、自分の移動量を確認したらその移動量に合わせて軸をまっすぐ保ちながらちゃんとジャンプしてここで着地できるっていう練習をねやってみてください。結構ねこれ地味なんですけど重要なんですよ。やっぱりその着地した時にブレてると絶対乗れないんで、でその時着地はできるだけ低い姿勢がいいですね。棒立ちだとやっぱりねこうバランスが少しでもずれると崩れやすいんで、これ他でも言ってますけど着地は最初はできるだけねこうしゃがんであげると安定しやすいです。はい、はい、ステップ3です。ステップ3はさっきの移動量を覚えたところにフリップと合わせて乗っていく、まあ、ここがね一番怖くて重要というか、まあ、これのキーになるところだと思うんですけど、自分がねそこまで移動するっていうのをさっき覚えたじゃないですか。そこに合わせて自分の体飛びながら回していく感じですね。こんな感じです。でここから僕だったらだいたい20センチぐらいここに飛ぶっていうのを意識してイメージしながらしゃがんでジャンプ。で今ちょっとあんまり動かなかったですね。これ実際やってみると移動量ってさっきの回転練習した時と違う場合があります。でその時はなんて言うんだろう、こう微調整していくっていう作業が必要になるんですけど、そこをね、まあ、意識してやってるかどうか全然かかってくるんで、それをイメージしながらちょっと練習してみてください。はい、やり方としてはねこれだけなんですけど、最終的には足をねこう地面にこうついた状態じゃなくてこう浮かした状態からやった方がかっこいいし、応用もいろいろあります。なのでステップ4として足をつかないでやる方法ですね。さっきまでここね足ついてやってたんですけど、これをこう浮かした状態、この状態から蹴って回すっていうのを練習します。で片足になります。ジャンプがね足浮かしてやってるんでジャンプが片足になるんで、その分しっかりジャンプしないといけないです。と合わせてバランスがねこっち足だけになるんでちょっとねグラグラします。でこの状態でバランスを取ったら先にねしゃがんでおきます。その方が安定しやすいです。先にしゃがんで足この下に入れたらそのままジャンプしてくる感じですね。ちょっと歪みましたけど、まあ、こんな感じでやります。はい、ということで恒例のポイントとよくある失敗とその解決方法なんですけど、一応ポイントはね一つだけあります。一つだけというか、まあ、いろいろあるんですけど、一番、ポイントとなるのはやっぱ重心ですね。他のトリックも一緒なんですけど、これ結構ね軽く回るんで浅くしゃがみがちです。なんですけどしっかりしゃがまないと回転も安定しないし着地も安定しない、まあ、どっちも安定しないんで、最初はしっかりしゃがみます。しっかりしゃがんで着地もしっかりしゃがむっていうのを意識しながらやります。この状態からこうしゃがんでこういう感じですね。着地もしっかりしゃがんであげるとバランスが取りやすくなります。はい、でありがちな失敗その1です。その1はどんな感じかっていうと、これちょっと1回ね足ついた状態でやりますけど、ここからこう今ね乗りに行ったつもりでも乗りに行けてない感じです。腰が引けてる場合ですね。こういう感じです。腰がね残っちゃってるんですよ。でこれはやっぱり恐怖心が勝ってるんで、ここはねちょっとどうしようもない、頑張るしかないんですけど、これもさっきの話と重複しちゃうんですけど、しっかりしゃがんでた方が恐怖心が和らぐので、できるだけこうしゃがんだ状態で前に逆に前のめりになるぐらいで動いていくとやりやすいと思うんで、ちょっと頑張ってやってみてください。はい、でよくある失敗2つ目は回らないってやつですね。こういうやつ、これ何が悪いかっていうと、
板をねしっかり切れてないって当たり前なんですけど、これをどう解決するかなんですけど、意識するポイントとしてはこのね、足でこう引っ掛けるからこのつま先ばっかりに意識が行きがちなんですけど、そうじゃなくってこの膝ですね、膝をこう、ね、なんかもう胸にこう近づけるっていう意識でやると足が自然に持ち上がって回りやすくなるんで、それをねちょっと意識してみてください。ここからこう胸をね胸にこう近づける感じですね。こういう感じ でそうするとね鋭く回ってくれるんで、だんだんその感覚がねつかめると結構早いと思います。はい、はい、ということでピックアップアンダーキックリップの解説だったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでねフリースタイルのトリックもぼちぼち解説していきたいなと思ってます。他にもね簡単なフリースタイルトリックとか結構あるんですよ。まあ、もしよかったらね僕とかうちのユータとか頑張ってるめちゃくちゃ頑張ってるフリースタイルの動画とかあるんで、下にリンク貼っとくんで、よかったら、ね、チェックしていただいて、フリースタイルこんなもんっていうのを見ていただけたらと思います。はい、ということでまたいろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。